レウはソイドニエストル共和国を除くモルドバで利用される通貨単位 ISO4217 コードは MDL ルーマニアレウと同様に補助通貨はバンで1レウは100バニになる単位の名前はルーマニア語のライオンに由来する1918年から1940年までと1941年から1944年までの間モルドバは ルーマニアの一部であり、ルーマニアレウはモルドバの東部でそのまま流通した。1991年12月25日にソビエト連邦が崩壊し、モルドバ共和国ができると、それまでに流通していたソビエト連邦ルーブルに代わる、新しい通貨モルドバレウが誕生した。その当時、モルドバで流通していた暫定通貨モルドバクーポンに対しては一レウイコール、 1000クーポンのレートで打感された。1、5、10、25場に硬果はアルミニウム製。50場に硬果はアルミニウムと銅の合金である。1レートもレイ硬貨はかつてステンレス製であったが、現在その素材を使用したものは流通していない。紙幣は第一次紙幣と第二次紙幣の2種類がある。第一次紙幣は流通期間が短く、額面も1、5、 10例紙幣しか発行されなかった。第2次紙幣ではそれらの額面に加えて合計9種の紙幣が発行されている。詳細は以下の通り。非公式な通貨として、モルドバではアメリカ合衆国ドルが使われ、ヨーロッパ連合の設立以降はユーロも使われている。これらの為替レートは、モルドバの政治経済の不安定さに大きく影響される。ありがとうございます。